門中跡岩村田遊郭は、かつて、長野県作市岩村田にあった遊郭。1948年撮影の、花顔稲荷神社空撮。中央の森が、美川稲荷神社社層。中央を流れる湯川を挟んで左下に見えるのが、遊郭跡か。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。1889年。 遊郭開業。現在の佐久市岩村田の東部、美香稲荷神社と阿湯川を挟んで対岸に位置していた。遊郭周辺の稲荷町、花園町は、美香稲荷神社の鳥居前町として発展した町で、遊郭の開業は、商業の発展に拍車をかけた。中仙道、随分宿から移った、分け里角が11軒あった。2階から3階建ての建物が多かった中、 本家所屋は5階建てで、屋上部分はイスラーム建築を思わせるドームがあった。遊郭があった当時は式場にまつわるドドイツが流行した。いくつか種類があり、これを歌えないものは堅物などと言って、小馬鹿にされたという。夕方になり、風に乗って運ばれてくる女たちの歌声は、働く若者たちの仕事の手を止めてしまうものだった。誘惑に負け散財したなどという色話が、 伝えられている。1940年、遊郭廃止。ありがとうございます。